トルシエっていうのは2002年のワールドカップの時の監督なんですよねだからこっちが来たら1998年の岡田の後から監督になって,とってまあ、えー、彼を選ぶについてはいろんなことがあったんですけども、まあ、少なくとも最終的には2002年まであって日本初めてのベスト16予選リーグを突破したわけですよね。 トルシエがそういう意味では実績があるんですがでトルシエは常に上から目線なんですよ今のハリル・ホジッチも同じですねしかしハリル・ホジッチとトルシエの一番違うのはトルシエには愛嬌があった可愛いがあったで僕は当時 J リーをチェアマンをしたんですけどスケジュールの問題で代表のスケジュールと J リーの試合でいつも揉めてたんですよでトルシエが僕のところに来てなんとかなんとかで頼む時にですね 下手な字でね「月」「火」「水」とかね漢字書かれるとねあれ勉強しとるじゃんっていうでそういうことでこの練習日はこの月水金なんとか日曜日これをこうしてくれなんて言われるとね、まあ、聞いてやんなくちゃしょうがねえかなっていう感じがあって何、えー、ともその愛嬌があるしかしトルシエの教え方っていうのは、まあ、フラットスリーっていう当時流行った言葉ですがまあチームとしてこう攻めますよね。 最後のバックラインまあ言ってみればあのストッパーが3人いるっていう感じですかこのラインを上げ下げすることによってその攻撃をよりコンパクトにし守備をコンパクトにするとこのフラットスリーをやるためにもう何て言うかある程度の役割分担では明確にしてやることも明確にして。 フォワードはこのウェービングとか言ってこういうふうに動けとか言ってねもうなんかサッカーのなのにいちいち細かく言うんじゃねえというぐらいのことをトルシエはずっとやったんですよねでそれまあトルシエはそれではそれはそれなりにもう分かりやすい戦術っていうかこれを徹底してやったことが最終的にベッド・シクスインにつながるんですけど彼は本当にねわけ分かんないでまあ あの例えば、うん、選手が疲れてきて昼ごはん食べてる時にどうも食欲進んでないなっていうことの時に夜ワインでも飲ませてやってヨーロッパなんか外国人そういうの多いですからねワインは水みたいなもんだからで夜はワインを用意しろっつってトルシエが関係者に昼間言ってで夜食用のところでワイン出したら「ただこんなことを出すワインなんか出したやつは!」 たただここんんなとと出せって言っっってて言言自分が言っといたのにね <laughs> 要するにわけわからないわけですよ。だからこう、まあ、今日は10時から練習だった時に8時頃「今日今から練習始まる!」っつって,言ってで突然みんなまあ起こしてっていうのが朝飯ぐらい食ってんでしょうけどもで8時から全然言ってた時間と違うの練習時間から開始するそれはみんなが常に準備できてるかどうかを調べるためで嘘つけっていう話ですが <laughs> 要するに変わってるわけですよ。 だからということ常にね、まあ、そういう意味では常にトル,トルシエの周りはね緊張感でいっぱいだったのねそれはだつ。要するに緩む時がなかったんですよ。ジーコになった時にまたジーコーはまた全然違ってトルシエと違って、まあ、そういう意味では選手の,その自由度に任せて選手を,選手を大人と見てそしていやもうあんまり細かいことを言わないって要するに スキとスポンぐらいののの差があったこのトルシアの後ですねジークを監督したんですがその間その選手がじゃあよりいいチーム作りができたかってゅうと必ずしもそうじゃなくてやっぱりその時の日本代表っていうのはまだジークを監督に預けるにはもうちょっとやはりこういろんな指示があった方がいいなというふうに僕はその後で思いましたけどねやっぱりそのトルシエの締め付け方っていうのは もうそう一通りのも一筋縄じゃいかないっていうところがありましたよね、えー、まあうん例えばあのーえー、すごく試合中に練習中に、うん、面白くない,ないことがあって柳下って昔、あのー、鹿島アントラーズにいた選手センターフォワードにいたんですが何かって「柳下グラウンド一緒に待ってこい!」とか言ってねでそういう代表選手を。 罰則で回すなんてことは大体ないですよ常識的にやっぱ代表は代表だからだからなんかのゲームをして負けたから一周回るんだとか言うんならその話はわかるけど罰で回れなんてこと通ないんですよでまあそうやヤナギさんしか仕方なくて一週一週か何週かしか回ってたらトロシが出来出来たフォワードのフォーマーンスをやる時に誰それ誰それ柳ナギさんあとかあんとかって柳ナギさんヤナさんどこ行ったんだ走ってますよってね。<laughs> そんなぐらい分かってるだろうっていうねもう忘れっぽいっていうのか何ていうのかあんまりそういうことを頭の中に残らないっていう感じがあるのと例えば、えー、海外遠征した時に松田っていう選手が皆さんご存知の言うもうマリノスにいて亡くなっちゃいましたけどねかなりバックスで強い選手でしたけども海外でトルシェと喧嘩して追い返されたんですよ。 大体その監督がお前黙だメだ日本に帰れとか言って帰った時にもう一度その彼を選手として使うなんてことは普通常識的にはあり得ないね返すっていうのはよほどのことだって何があったか知りません多分その歯向かったりいろいろしたトルシアよくね暴力使うんですよあのスパイクでボコッと殴ったりねそしてなんかその、えー、ボコンと突き倒したりとかだからそういうことで増田が もう血の気が多いですからね多分喧嘩したんだろうと思いますがところがその何ヶ月か後とっていうか何年後か知りませんが1年後に松田をもう一度日本代表に呼び戻してで結局2 0 0 0年のワールドカップレギュラーを張ったんですよねだからねトルシエは敗者復活を認めたんですよね。 敗者復活認めるっていうのはこれやっぱり周りがよく見てるんですよね。日本の場合の社会って敗者復活ってほとんどありませんから一回ダメだっちゃもうそれきりで二度と起き上がれない。しかしトルシアは敗者復活をしたことでやはりすごくみんなのモチベーションがものすごく上がったわけですよね。他の選手 J リーグ全体が。だそういうことでのまあ あ素晴らしさがあったということでまあそういう意味では多分あの僕は思うにはトルシエ松田をそういうふうにして、えー、帰らせたなんてことはとっくに忘れてたんだと思いますね <laughs> 柳さんの例を見てもまあそんなふうなことそれから結構ね運が強いんですよでトルシエは勝負運が強いっていうのかトルシエがえー、っとフランスと,おおとどこだっけ、えー、モロッコかなんかで 代表と試合したんですよ、ね、日本代表と。で、当時は、ジダンとかなんか言っていると、本当に強いフランス代表でしょその時、なんと日本代表は、今でお忘れなしは西沢っていう選手が、ものすごいボレーをシュートを決めて、2対2かなんか引き分けたんですよ。で、この試合で惨敗したら、トルシエは辞めさそうっていう話は、国内の強化の連中ではそう言ったんですよね。で、しかし、引き分けちゃったから、これを辞めさせられなかったという、そいざっていう時に、 すごく勝負強いんですよ、ね、彼は。で,でまあさっき言ったようにともかく愛の愛嬌があるうちの女房なんかトルシエなんか大,大好きで奥さん連中にはすごく評判が良かったんですけども要するにアントルシエのアンチトルシエでチームが結束してそれで勝ったんですよ。